大雪は太平洋沿海フェリーが運行していたフェリー。後に東日本フェリーに売却され、バルナとなった。1974年9月20日しかりに続いて内海造船瀬戸田工場で機構開始され、第388番船として建造された。1975年3月に浸水の後、1975年6月に名古屋仙台苫小牧航路に就航した。 1978年4月に船体延長工事を実施、1982年に太平洋フェリーへの営業譲渡に伴い増社へ継承された。1985年1月に東日本フェリーに売却され、バルナとなり、塗装の変更と船内のリニューアルと、右舷船主部に折りたたみ式ランプウェイ改造工事の後、同年3月16日に、 大洗室蘭航路に就航した。1987年に2代目バルナの就航に伴い、ギリシャの EN アネックラインズに売却され、ロットと改名、1989年まで客室を増設するなど大規模な改装工事を受けた。パトラエグメニッツァコルフアンコーな航路に就航。その後、1997年以降はピレウスハニア航路を中心に運航された。 2014年にベラまで競戦された後、2014年リビア内戦における救助作戦のため一時要戦された。2015年からしばらく木のソーラでの競戦の後、2018年6月にトルコのアリアガニスクラップとして売却された。開港の際、船名はロットからタリタンに変更され、指揮官故障より自力公開できないため、 タグボートによる栄光により開港され、トルコのアリアが船舶解体ヤードで解体された。全通線路を二層甲板型の自動車、高層旅客船である。太平洋沿海フ,フェリー時代の船体延長工事では、船体を12.5メートル延長して、車両搭載能力を強化した。この改造により車両搭載面積は約ト増加、8トントラック十四台が、 新たに搭載可能となったがこの船体延長工事には無理があり、定検時に溶接箇所にクラックが見つかることあった東日本フェリー売却後は、右舷船主部に折りたたみ式ランプウェイを新設、内装の一部リニューアルが行われている。トラックの搭載能力を重視した船型ながら、二層建て展望室、和風レストラン、当時としては、 比較的珍しい展望浴室など旅客設備も充実していた。船室、設備のデータは東日本フェリー、バルナ、時代のものである。ありがとうございます。